古橋吉真明治42年11月13日は、明治時代の民生家、農業功労者、公益のために一生を尽くした。古橋吉真は1850年12月31日、三河国節落軍島橋村に、古橋家六代、古橋明顔の次男として生まれた。母は、中津川の市川増吉五女、中、陽名は栄郎 意名は吉ね。1856年に、随竜寺の僧、加藤進州について学び、1866年には、平田篤種の門人、真島康庵に国学と漢学を学び、三老子、木村久幸信に剣を学んだ。1868年19歳で稲橋村の名主となり、1870年に、鴨群内四家村、大野瀬、押山、 川で、中東、野入、黒田、桑原、武節八家村の取り締まりを検体した。1872年には家督を相続、源、六郎を襲名。同年11月19日に、古橋家に、縁のあるみの中津川の国学者官、木江門の三女鶴をめとった。1874年に、第十三大区副区長となり、翌年、その区長となった。 1876年には、第14大区長となり、軍区制の改正によって11年には、北下良軍軍長となった。1880年に軍長を辞めて既存した。強度の開発を指導するとともに、金利制限の改正等を農商務に兼議したり、福地源一郎、丸山桜、吉村虎次郎などが組織した、立憲艇政党に協力したりした。 1886年1月に愛知県会議員に当選し、辞退、同年4月に東鴨郡長、8月に北下良郡長に、転任、10月には東鴨郡長を兼任。1887年12月には愛知県知事、勝又実と意見を意味するお悟り、遺願免職して既存した。1889年11月に稲橋村、 名誉村長。1891年5月に、北下良郡参事院。1893年11月には稲橋村村長となり、再び出身村の中心に立った。1897年5月には、地方制度の変更により稲橋、部設組合村の村長となった。1909年11月13日に没した。60歳。稲橋。 武節組合村は村僧によってその牢に報いた。墓所は豊田市稲部町大井平の古橋家墓地にある。吉根は三河の土地が馬を飼うに適していることを知り、明治11年に馬の体格が小さく軍用に耐えないとして馬の改良を図った。奥田県営を三馬改良主任として大武産の良い馬数十頭を購入して夏焼村に 県立三馬公講習所を建設して、種馬を飼育して、馬の改良繁殖を行った。明治13年に、吉座根の私費をもって、三馬公講習所を団と山に移し、団と山三馬公講習所、後に団子市築場と解消した。三馬事業は次第に進展し、明治33年には三河全域を統合して、三河三馬組合を組織するに至り、吉根はその、 組合長に就任した。明治34年の商務省の種馬所を設置するに、及び、吉真の圧戦により、三河三馬組合を愛知県立種馬所となった。吉真は父明顔の木とした100年計画植樹法の企画を参画し、官林井山の払い下げを促進した。北下田郡長や東鴨郡長としての、郡長時代も大いに林業を奨励した。 その影響は隣接する長野県根羽村、岐阜県下原田村、上村に及んだ。吉沢根の衝動により、北下原軍は、実業教育振興のための基本財産の造成と、造林市販の目的をもって、軍有林設置の計を立て、明治29年、軍下振草村、鴨山の保領地407ヘクタールの山林に対し、文集造林を申請し、 明治33年に契約が成立し、明治36年春より植林に着手し、高利有基本財産のもとを開いた。その後土地の払い下げを申請し、名称も軍政の廃止に伴い、鴨山も藩増林組合と解消した。田口農林学校の創設をはじめ、戦後の町村教育の振興、さらに本郷高等学校の開設など、その果たした役割は大きなものがある。 明治35年10月、吉兼は大日本山林会総裁、伏見宮貞なる新能より、本会に対し功績特に顕著なるを認め、長くその名誉を表彰せんためとして、有効賞が贈られた。吉兼は、明治8年、養蚕紙場を創設、村人に勧誘してクアを植えた。明治十一年、稲橋、武節領村に、県の養蚕伝習賞を設けて、 近隣の村々より生徒たちを集め養成した。かつ県令、安場保津和三場研究を吉兼に依頼した。明治13年、稲橋養産伝習所の成績優秀者、岡大三郎を、福島県岩木郡、掛田村に派遣させ、大橋重在門について、火力養産法を伝習した。同年父明田川と愛知県庁に、伊勢神宮御遺祭と県のお願いを提出した。 翌年5月30日に、神宮寺町は、内務省と協議の上に、伊勢神宮根糸を正式に認可することとなった。同年7月には、神宮御祭婚伊都猿号書15条を作成し、県伊都会を創設した。翌年の明治15年2月3日に正式に婚、伊都会として伊都の奉納を始めた。以後、面々と継続、平成30年は137回目の、 伊勢ジングルにおける根糸法能となった。明治11年、父明田川は農団会を創設し、近隣中に家村の老農数十人を家に生じて農事を断じ、以後、毎年春中に開くことに決した。吉根は、北下しら軍長として、この農団会を、軍内に奨励してやがて、三河全域に波及した。明治26年、 吉兼は愛知県下で158に達した農団会を統一して三河農会を組織しその会長に就任した。明治28年愛知県農会が組織され吉兼は押されて副会長となった。農業学校設立の県議をはじめ構築各改正に関する県議、農耕銀行設立問題、工業学校及び農業管医学校設立県議、 農事公衆省設置権威など、その発議に関わる者を多く、修正、農会のために尽くした。また、県農会の将来を思い、役職員研修の師として、基本財産林の設置を主張しながら、その実現を見ずして明治42年、死去した。県農会はその意思を報じ、明治44年、吉兼の郷里島、橋村の郷友林に、 文集をもって86ヘクタールに及ぶ基本財産林を造成し、戦後、その管理は県農業共同組合中央会に引き継いだ。吉兼は農村の金融に思いをいたし、明治政府に対し幾度か金利の制限などを兼議した。やがて農耕銀行法が発布されるや、お産農耕銀行の創立に力をいたした。さらに郷土稲部地方の農産村の金融と、 氷菓子退治のため、明治33年11月、稲橋銀行を設立し、翌年1月、開業した。以来、愛知、岐阜、長野の3県を営業区とし、本店は、稲橋、支店を、安ス田口に置き、吉金自身、頭取に任じ、堅実な銀行として発展してきた。しかし、明治37、38年の日露戦争後、 基盤の弱い銀行の破綻が続き、経済界は激動の時代を迎えた。こうした中で明治42年11月、吉兼は成居し、加徳と継いだ八大同期は翌年、頭取に就任した稲橋銀行は引き続き堅実に発展していたが、その後、政府は銀行の合併を打ち出したので、道木は将来を洞察し、昭和2年6月、岡崎銀行と合併し、 稲橋銀行本店はその支店となった。一方、愛知、名古屋、伊東の三銀行が合併して、昭和16年6月、東海銀行が誕生し、その半年後に太平洋戦争に突入した、この戦時経済金融政策の過程で、昭和20年9月、岡崎、稲沢、大野の三銀行が、東海銀行に九州合併され、稲橋銀行本店は、 東海銀行の稲橋支店となった。さらに、その後の東海銀行の合理化によって、昭和39年11月、鴨信用金庫東京支店となり、鴨信用金庫の名称外に伴い、昭和41年9月、豊田信用金庫稲武支店となった。吉座根は、中仙道鉄道につき稲線を主張、基礎、中津川線案と対立、結果は、 中津川線と決定した。しかし、吉兼は、新三鉄道を施設することに決意した。明治26年、本間幸清、安田善次郎、浅野総一郎、小机三作り等の協力を得て、新三鉄道株式会社の創立を計画したが、間もなく、日清、日露戦争のため中絶した。やがて明治41年、この会社の設立登記を完了し、 第一期壁南軍海岸進河安家館30、ヨザットの本免許を得て、また、英国資本導入を企て、ギネルを招き、出資方法を正義したこともあったが、この新三鉄道の実施計画中、吉兼が亡くなり、ついにこの計画は至らなかった。明顔と吉兼夫氏は、稲橋組合村十二家村村人に新時代の教育をさせようと、学校設立の運動を起こした。 明治5年、ぬかた県に出願、許可を得て、武節村にあった無重の寺一円寺を校舎として、国学同門、佐藤清美を校長として迎え、随流寺の住職、加藤進州、御所外津の医師、松井春城を補助として、明治新政府可の学生制度に先んじる2ヶ月前の8月15日に、開校した。当日は、中秋の暁にあたり、 校舎の下を流れる名倉川の西風が心地よく、そよいでくることから、学校を、暁月西風校と名付けた。この合学校は、地域の開花と植産を担う人物の育成という、実学を重んじた。設立当初の教具、教員の給料、校舎の維持費などの経費は、明らがうと、吉田根夫氏が寄付した。また学校頼もし校を設け、 向かう10年間運営してその折り紙を積み立て、金千円余りを作り、これを将来の学校経営の基金とするという計画を立て、その間10年の経営資金は古橋家において一切負担することとした。翌明治六年十一月に愛知県が四塾二課塾を廃止することや、第9中学区第43番小学として、学生に基づく新しい学校へと転換し、 後に稲橋小学校となり、現在は、黒田、押川、小田木、大野瀬小学校との合併を経て、稲部小学校となっている。また、吉兼は、明治28年10月に、県農会に工業学校と農学校設立を定義、そして決議して、京の名古屋鶴舞の県立工業高等学校及び、安城農林高等学校に結実した。明と、 吉兼夫氏は、講師に渡り、金券をもって、身を辞し、貯蓄を、奨励実践した。明治11年2月、稲橋部設付近連合村会の決議により、平時金国を蓄積して、非常に備えることとし、一輪貯金の規約を設け、共同貯金を始めた。吉兼は、北下田郡長としては各村に奨励主軍会一円に、及んだ。 稲橋武志部氏は継続実行し、明治41年1月1日には合計2万850円2輪。当時の1輪を今日の100円とすれば20億850万円であった。ありがとうございます。